はい、ゴズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいんですが、今回はね、ちょっとね、また一風変わった取り組みとして、紹介していきたいと思います。紹介するものはね、こちらになります。はい、じゃじゃん、グランジスタネロ、ネオ、ネオじゃない、ね、ネログランジスタネロの、スーパーサイヤ人3、はい。こちらはね、以前、動画でもご紹介させていただきました。はい。そちらをねちょっと、私の、知り合いの方に、リペイントをねお願いしました。はい。それがようやくね、ちょっと完成したということで、受け取りましたのでね、そちらをちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい。ではね早速、見ていきたいと思います。はい。実物はこちらになります。はい。どうです、この出来。いやー、これは俺真似できないわ。いや、すっげえ。うわ、すっごいな。ちゃんと細部までね塗装していただいてますね。で、こちらの、まあ、塗装のイメージとしてはね、カラー漫画風の二次元塗装ということでね、はい。まあ実際の原作の、スーパーサイヤ人3の登場シーン、あれをカラー化したような感じのイラスト風っていう感じで、リペイントしていただきました。はい。なのでね、ちょっと淡いタッチの二次元塗装にはなってますが、はい。まあ、顔もね、かっこいい。めっちゃかっこいい。ちゃんとこう陰影がね、すっごいうまく撮られてますね。こっちは白いけど、影になる部分はこう日焼けしてる感じで黒いと。はい。まあ、ちょっと水彩画みたいな感じの塗装にも見えますけどね。はい。うわ、これはすごいな。うわ、めちゃくちゃ細部までちゃんと全塗装されてますね。いや、これは確かに時間かかるな。素晴らしい。はい。重い。重い。はい。ということでね、ちょっとねお時間かかった、ね、結構苦労したみたいなんですけれどもね、なんとか作っていただけました。いや、これほんとね素晴らしい出来。うん。いやー、まあ通常普通のね、状態でも十分かっこいいんですけれどもね、やっぱこう世界に一つだけみたいな感じのね、はい、こういうのもいいですよね、やっぱりね。うん。いやー、これは素晴らしい作品ですね。はい。いや、これはぜひ、回転台座に乗せてね、ぐるっとね、見ていただきたいと思います。はい。
ということでね、どうでしたでしょうか。いや、これはめちゃくちゃ出来がいいですね。いや、十分満足しました。ありがとうございます。はい、ということでね、まあリペイント自分でねできる人は本当自分で、やってみてね、自分はねとてもじゃないけどここまでのものは作れないんでね、はい、まあ、よほど自信がない限りはできないですね、はい。まあ、このフィギュア自体がそこまで安くもないですからね、だからまあ本当ね自分でやれる人は羨ましいですね、楽しいだろうなここまで、できるとね、はい、という感じでね、今回は、フルリペイント、はい、グランジスタネロから、フルリペイントした、スーパーサイジン3の孫悟空をお送りしました。はい、もしね、よろしかったら、チャンネル登録、または高評価ね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。